はい、どうも、たけのこ塾の大久保です。今回はですね、空間図形の第19回ですかね。で、円柱の表面積というのを今回やっていきます。まあ、前回はね、角柱の表面積というのをやっていきましたね。で、今回は、円柱の表面積になりますね。で、角柱と同じように、円柱の表面積もですね、要するに円のね、表面の面積ということなんで、基本的にはね、この、こう円柱ですね、底面積、今度ね、上と2つね、上と下の2つね、この2つに、このぐるーって一巻きされてるこの側面積をね、足せば、円柱の表面積になりますよということですね。ちょっとね、分かりやすいようにここにね、この円柱の、展開図をね、載せてます。で、要するにね、この底面積ね、この2つにね、この円柱ですね、円柱ここにガバーってね、側面積開けばこうね、長方形になるよと、ね、いうことがありましたよね、側面積ね。と、いうことで、まずね、底面積を2つね、出してみますね。底面積は半径が2なんで、半径×半径×π でしたよね、面積ね、半径×半径×π とね、これでね、1個の底面積ですよね。で、それがね、2×2×π の 4π が1個2個とね、2個ね、底面積あるので、かける2して 4π ですよね。ここがね、 4π かける2だから 8π、 で、続いて、側面積なんですけれどもね、側面積、こう長方形ですね、側面積の長方形の縦の長さっていうのはこの高さと一緒だから、ここ 6cm ですよね。じゃあ横の長さは何と一緒だったか覚えてますかね。これは前、円柱のね、話を一番最初にした時にね、説明したんですけれども、これはですね、ここに書いてあるんですけど、円柱の側面の横の長さは底面の何々の長さと同じね、この円柱の側面の横の長さは底面の円周と同じですよね。ここと長さとここの長さはね、これにぐるーっと、ここのところに沿って、円周のところに沿って、このね、側面がぐるーって巻かれてたわけだから、ね、この側面の横の長さと、円周の、底面の円の円周の長さっていうのはね、同じですよーっていうのがありました。ね、なんで、円柱の側面の横の長さは、底面の円周の長さと同じとね。で、一応ね、円周の長さね、忘れた人のために出し方ですね。直径かけるの円周率でしたよね。直径かけるの円周率。なので、このね、横の長さは、直径が4ですよね。4×π だから、このね、なんだっけ、すいませんね、側面の横の長さは 4π ですね。4π になります。直径かける π が、ここのね、円周の長さが 4π なんで、こっちも 4π になるよーってね。なんでちょっとね、側面積出してみると、まずね、縦はね、この円柱の高さと同じなので、6×、ね、で、横の長さはね、このね、底面の円のね、円周と同じ長さなのでね、円周は直径×円周率だから、これ半径 2cm だから直径 4cm ですよね。直径 4cm ね、 4× の円周率は π だから 4×π で 4π になりますね。だから、6× のここね、ここと同じなので、円周と横の長さ同じなので 6×4π ね、で 24π 平方センチメートルね。そうするとね、円柱の表面積は底面積足す、側面積なんで、この 8π と 24π 足したらね、答えが出てきて、 8π プラスの 24π で、答えこれですね、 32π 平方センチメートルとね、この円柱の表面積は 32π 平方センチメートルですよというのが出てきますね。ポイントはもうここですね。側面の、ね、横の長さはこう底面の円の円周の長さと同じですよ、ね、これがポイントになります。ここさえ分かればね、あとそんな難しいところはないかなと思います。大丈夫ですかね。はい、それではね、一問ここにね、
もう一個ね、円柱の表面積をね、求めるね、問題を用意しているので、まあ、できそうな人はね、一回ここで動画を止めてやってみてください。はい。ではですね、ちょっと説明の方していきますね。まあ、これは、このね、底面の円の半径が3センチね。で、この円柱の高さが5センチとね、そういうふうな円柱ですよ、ね。で、まあ、底面積と側面積出して足し合えば表面積になるので、まずね、底面積考えると、これ半径が3だから、ね、1個の底面の面積は半径かける半径かけるの π とね、そしてそれが上と下に2個ありますよね、底面がね。なので、2個あるので2倍してね、この2個分の底面積の、面積を求めますよ。そうすると 3×3×π で 9π×2 ということは 18π ですよね。 18π平方センチメートルね。で、一方側面積は、高さね、高さがね、この側面の円柱の側面のね、縦の長さになるので、高さが円柱の側面の縦の長さなので、まず5かけるで横ですよね。横は何と一緒だったかというと、横はこのね、円柱の底面の円の円周と同じですよとね。円周は直径かけるの円周ですね。じゃあここ、ね、底面の円のね、この半径が3だから直径は6ですよね。で、6、ね、直径6かける円周率 π、6かける π なんで 6π ですよね。円周は 6π、ね、円周の長さ 6π。ということはこのね、側面の横の長さも 6π ということで、5かけるの 6π。で、30π 平方センチメートルね。で、あとはこの2つですね、底面積と側面積足せばいいので、18π 足すの 30π で 48π 平方センチメートルね、いうことで 48π 平方センチメートルというのが、答えになります。はい。今回ね、円柱の表面積ね、一番のポイントはね、この側面ですね。この側面長方形になって、このね、長方形の側面の横の長さとね、底面の円の円周の長さが一緒になるよね。そこをね、しっかりね、頭に入れておいてください。はい。ではですね、今回、円柱の表面積ね、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。